はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。皆さん、コーヒーの沼へようこそ。コーヒーってね、沼なんですよ。まあご存知の方もね、結構いらっしゃると思いますが、まあカメラとかいろんなね、専門系って沼ってよく言われるじゃないですか、レンズ沼とか。だけどね、コーヒーの沼には部門があるんですよ。ドリッパー沼、サーバー沼、抽出器具沼、豆沼、ミル沼、焙煎沼に、ドリップポット沼に、フィルター沼にね、もう本当数え出したらキリがないほどです。もう本当ね、コーヒーの世界って広いんですけれども、今日はコーヒーカップ沼に皆さんをご招待したいと思います。はい、というわけで、第2弾でございます。はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。この間僕ね、こちら折り紙のカップ、バレルアロマカップを、動画でご紹介しましたけれども、今回ね、もう一個カップ買いました。まあそちらをね、開封していきたいと思うんですけれども、まあ先に言っておきますと、また折り紙です。折り紙カップね、やっぱいいんすよ。いろいろ種類があって、このバレルアロマカップもね、ものすごいお気に入りで、この色もいいし、形もいいし、飲みやすいし、可愛いし、すごく気に入っていて毎晩使ってるんですけど、この間僕はいっぱい撮りの動画あげたじゃないですか。あれあげて以降、ちょっとね、いっぱい撮りとか、まあ、ちょっと少ない量を入れることが増えたんですよ。そうすると、このサーバーにコーヒーを入れておいて、まあ、小分けでね、こうカップに注ぐってなった時に、一杯あたりの量が少なくなるんですよね。とはいえ、全部注ぎ切っちゃうっていうのもなんだかあれだし、せっかくだからサーバーも使いたいしさ。ちゅうことで、まあ、そうじゃなくてもね、普通に、サイズ、まあ、いくつか持っておいた方が、まあ、選びやすいかなと思って、ちょっとちっちゃめのね、小ぶりなカップを買いました。はい、開けていきたいと思います。僕結構コーヒー用品ってアマゾンで買うことが多いんですけど、今回に関してはね、公式のオンラインストアで買いました。よっ、かなり厳重に梱包してくれてて、これは安心ですね。とりあえず納品書と梱包材と、はい、出ました。こちらがカップとソーサーですね。どっちから開けましょうかね。じゃあ、とりあえずカップから行きますか。はい。じゃあ、行きまーす。よっと。うわー。あー、かわいい。あー、めっちゃいい。よいしょ。はい。こちら、折り紙のピノアロマカップでございます。まあ色は見ての通りね、こちらバレルアロマカップと全く同じマットブルーです。質感も同じですね。うん、いやマットな感じで優しい色合いですね。そしてこちらがソーサーですね。バレルアロマカップと全く同じね、まあ、兼用になってるやつです。そして底の方には可愛らしい風車のね、折り紙のマーク、こっちにもあります。こうして並べてみると兄弟みたいですね。まあ、なんでね、今回僕がこのバレルアロマカップと全く同じマットブルーを買ったかっていうと、もう本当にこれがね、気に入ってるから、この色がね、すごくやっぱいいんですよ。他にもイエローとか、そう、グリーンとか、グレーとか、いい感じのもいっぱいあったんだけど、なんかね、やっぱこれ気に入っちゃって、多分ね、今まで買ったカップの中で一番気に入ってるかな。今、折り紙のカップってね、他にもいろいろ買ってきたし、使ってきたけど、やっぱこのマットブルー、マット系の淡い色とね、独特の質感がね、すごくね、手に収まりが良くて、こう湯飲みにも近いような感じでね、温かみがあるんですよ。まあこれ完全に好みですね。でもまあやっぱりそういうことじゃないですか。コーヒーカップ沼、自分の好きなものの沼ってさ、自分好みのやっぱものを揃えたくなるじゃないですか。はい、こちらかなりハマったんで今回買ってみました。バレルとの大きな違いはまず形ですね。ここ、飲み口がちょっと反った感じになっていて、唇に沿うようになっています。バレルはこうすぼんでいくような形をしてるんで、上唇を沿わせて飲むような形になるかな。あとは容量ですね。こちらが 210cc、 こちらが 200cc だったら 10cc の違いなんだけど、なんていうかコーヒーカップってどこまで注ぐかってコーヒーカップによって違うじゃないですか。こっちは割とね、上の方まで注いでもこう綺麗に入るんですよ。ただこっちはこうすぼんでいる分、あんまりなみなみ注いじゃうとかっこ悪くなっちゃう気がするんだよね。だから注ぐんだったらこのくびれの下あたりまでこう少なめに注ぐのがいいんじゃないかなって思いますね。多分その方がね、香りも感じられると思うし、うん、よし、じゃあやってみましょう。
今日は 1.5 杯取りくらいの量でいきます。まあ、カップが折り紙なんでせっかくだからね、折り紙ドリッパーでいきます。まあ、今回はカップの話なんだけど、この折り紙ドリッパーもね、ほんと入れやすいんですよ。やっぱ折り紙さんね、あのシンプルでかっこよくて使いやすいスタイリッシュなね、コーヒー器具を作るメーカーさんとして大好きです。均等さんも同じ匂いがするかな。はい、じゃあ下ろします。よいしょ。はい、そんじゃお気に入りのスマートホームコースターに乗せて保温をして、カップを少し温めて、よし、それでは行かせていただきます。どのくらいがいいかな、この辺かな。よし。うまそう。はい、それでは、冷める前にいただきます。まあアロマカップっていうくらいだからね、香りを大事に。やっぱね、あの香りを感じやすいというか嗅ぎやすい、口が狭いから鼻がね、入れやすくて香りが収束しやすくて、いただきます。もうこの時点でうまい。いただきます。どっちから感想言ったらいいんだ。コーヒーうまいし、飲み口いいし。うまい。あ、マンデリンがすげえ滑らかに入ってくるわ。結構ね、縁熱いね。バレルの方だとあんまり感じなかったんだけど、上唇、下唇でこう、挟む形になるから、ちょっと厚みを感じますね。で、そこを滑らかにスーッと入ってくる。あ、うまい。飲みやすい。で、ちょっととっても違くね。よく見たら若干違いますね。こっちの方が、なんか鋭い感じ。あ、指がね、綺麗に入る。やっぱ好きなカップで飲むコーヒーって格別ですね。やっぱ全然違いますね。いや、これ大げさじゃないよ、マジで。てか、ちょっとちっちゃくなっただけでだいぶフォルム変わって、一気に可愛くなったね。この少しの差でね、やっぱ日々コーヒーを飲むこう時の選べる楽しさっていうのが増えるんだよね。いや、ここのとこずっと毎日そこのバレルアロマカップを使って飲んでて、でもやっぱ毎日使っているとどんなにお気に入りなものでも、もうちょっと変化欲しいなって思う時来るんですよね。これがお気に入りだけど、ちょっと例えば色違いとかあってもいいかなって思い始めたんですよ。だけど、せっかくだからね、ちょっと違うサイズ買ってみようかなと思って、あと最近一杯取りもやってるからちょうどいいなと思って、このピノアロマカップ買いましたけど、大成功でした。めっちゃいいっす。マジで、おすすめですよ。小さい分、コーヒーが、なんていうか、悪く言えば冷めやすい。よく言えば、こう、適温にさせやすい。注いでもすぐ飲めるから、選択肢として、小さいカップいいんじゃないでしょうか。何せね、カップにしろ、ドリッパーにしろ、何にしろ、どの沼にしろ。コーヒー器具、コーヒーアイテムって選べる楽しさって本当あります。自分の好きなこうスタイルをその時々で作れるっていうね、自由度、本当に素晴らしい。いや、本当買ってよかった。
や、まあそりゃね、僕も YouTuber の端くれですから、そりゃさ、買うってなった時にやっぱ色違う方がなんかこう動画的にもいいかなとか、皆さんのね参考になるかなとか思ったんですけど、まあやっぱりさ、自分の好きなもん買いたいからすいません、あの自分の本当欲しいやつ買いました。うん、いやー、うまかった、大満足美味しゅうございました。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールド、今日はコーヒーカップ、新しいコーヒーカップ、折り紙のピノアロマカップのご紹介でございました。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。いや、もうこの際全部のモデル揃えちゃうかないっぱいあるし